はい、お疲れ様です。今日はですね、オフ会の、先月のオフ会ですね。5月ですね。5月のオフ会。2020年5月のオフ会。こちらをですね、解説していきたいと思います。今回からね、こういう形でやっていこうと思いますので、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。はい。ということで、画面共有しました。今見えてるかな？はい。こちらを解説していきたいと思います。はい。ね、普通のね、日常会話とかがありますよね。まあ、はい。こんな様子でやっております。形ですね。そうですね。この時ね、坂本さん夫婦がいるので、撮っていただいてますね。監督に撮っていただいてます。大体こんな感じかな。上をシャート消えちゃうんで。ちょっとね、ヒロさんの教えてる間に話しかけられ、見ていない。まあ、それは、すいません。形はいいですよね。形はいいんですけど、ちょっと、まあ、一番初め気になったのは足ですね。足ついてますね。足の指がついてますよね。本来、そこにサーフボードはないと思うので、ちょっとそこだけ注意したいかなっていうね。ギリギリあるかな、ないかなって感じなのでね、膝から立ち上がる意識したいですね。それがね、遅くなる一番の原因になっちゃいますね。基本、サーフボードの上に足ないのでね。そこを意識して。ね、あとはね、基本的にはいいんですけど、体が横を向いていないですよね。で撮ってるんで、音声もね、ちょっと入りやすい状態だったので、解説してるならそのままでいいかなと思いますね。上半身はね、基本的に前に向けたいんですよね。ちょっとね、上半身を前に向けるっていうのをね、意識してやっていただきたいですね。あとはもう少しリラックスしていきたい ね、リラックスっていうのはね、やっぱ難しいんですよね。まあ、後ろで女性がね、やられてますけど、もうやっぱりどうしてもね、
ってから。向いちゃいやすいので。あとね、頭が出すぎですね。頭が前に出すぎです。真上に頭を動かしたいですね。どうしてもね、膝がね、前に出やすくなってしまうので、それじゃなくて、お尻を出す。今、説明してますけど、膝か。膝がね、前に出やすいわけですね。足の指先より前に出ないように、まっすぐ、できるだけね、垂直にしておきたいわけですね。で、その分、どうするかっていうと、お尻を後ろに出すっていうね、形になるんで。そうするとね、やってみればわかるんですけど、めちゃくちゃね、内ももに効くと思うのでね、ぜひ、ね、意識して体を入れ込むっていうのを、後ろに入れるっていうのをね、やりたいところですね。基本ね、足の力だけでね、スタンディングしたいんですよ。それを意識してほしい。意識できるといいかなと思います。めちゃめちゃね、難しいですけどね。でもね、リフトやってればね、それがね、徐々にね、できるようになるんで、リフトで力入れていただけると嬉しいですね。足の力だけで立ち上がり、その意識をしてもらえるといいかと思います。あとは本当言葉なんです。のむきどのむきに行ってますかっていうのを意識すると、それだけでボールは動いてくれます。そっちの方向に動いてくれますね。もっと血出してもいいかなと思いますね。結局、陸でやったことの、70%くらいが海で出せるっていうイメージですね。だから実際今すごくしゃがんで、かがん、陸でやってかがんでますけど、本来は海に行ったらそんなかがんだ状態でできてないですね。いざっていう時にはね、そんなかがんだ状態ではできてないので、できるだけね、すごいね、きつい姿勢を取れるようにすると、海でね、もっと楽に、スタンディングが体制できるというのを意識したいということですね。どうしてもね、横に行ってしまいますよね、癖的にね。今指摘しているのは足が開いているよ。それと一番初め言いましたけど、足の指っていうのはね、水中なので 膝からね、立ち上がる意識。どうしてもね、海でスタンディングするとね、ガリ股になっちゃうんですよね、どうしてもね。上半身は前、こちらを意識していただきたいと思います。上半身前ですね。スタンスが、レギュラーじゃないので、グーフィースタンスなので。
え、教えてるとね、みんなね、待って、待ってられないわけですよ。一人一人教えるので、ね、待ってられないっていうね、先に行くみたいな。教えてほしい方はね、どんどん聞いてきてほしいですね、先にね。そして、自分は、準備を忘れるって。まあ、それはそれでいいんですけどね。はい。そんな感じですかね。教えてほしい人は待っている。そんな感じになっちゃって。はい。という形ですね。もう一つ取ったかな。はい。前ね、飛び上がるイメージは本当ね、避けたいですね。飛び上がるイメージ。今、ボードの浮力はめちゃくちゃあるんでいいんですけど、ちょっと飛び上がるイメージが一番手前ですね。手前の青いボードの方ですね。ちょっとごめんなさい。名前は一応伏せさせていただいて。やっぱね、海に来てね、テイクオフトレーニングをして、ね、テイクオフしてみてって言うと、できてる方、できてない方、陸トレをしてる方、してない方っていうのがね、はっきりとね、大体わかりますね。なので、海で楽しむためにも、やっぱり陸でトレーニング、ね、していきたいですね。一番奥。一番奥にいる方はですね、ちょっとね、肩痛めちゃって久しぶりということでね。でもその前にも、やはりパドルの話をしてたんですよね。パドルでもっと深く覚えようって話してたんで、ちょっとその話をしてますけど。そうですね、やっぱりパドルめちゃくちゃ大事なので。パドルも安定させる意識はしていきたいところですね。そのとこですね。特別な動画が、まあ特別ってわけではない。監督がいたんでね、撮ってくれた動画があるんで、監督っつって。ちょうどね、海に入るところを撮ってくれてました。奥にちょうどいるロングの方いるんで、ちょっとね、そちらの方に教えようと思って。ちょっとね、このパドル見てわかりますかね？パドルね、めちゃくちゃもったいないんですよね。今日のインスタライブでもちょっとね、話したんですけど、浅くなっちゃってますね。めっちゃ浅い、めっちゃ浅い。腕曲がって、めっちゃ浅いパドルね。そうするとね、いくら漕いでも肩がパンパンになるだけで進まないわけですよ。ちょっとね、そこ注意したいですね。それと、その今泳いでるエリアがね、めちゃくちゃ浅い。実はね、めちゃくちゃ浅い。めちゃくちゃ浅いんで。多いっすね、なんか。すごいかっこいい雰囲気出てます。うまそうなオーラが出ている、ね。めちゃくちゃ浅いんでね、できるだけ遠くからね、もう少し余裕をね、持ってね。あまり体力使っちゃえばね。余裕を持って、だいたいどのぐらいまで行ったらパドルするかっていうのは考えていきたいところですね。特に今回入ってるところが、元スカだったよね。確かね。そう、元スカなので、遠浅なんですよね。だからちょっと、もう少しね、もう少し先まで行ってからやると、より体力使わなくてね、できますのでね。そういうところも考えるといいかなと思います。はい。そして次ですね。ちょうどね、一人だけにね、フォーカスして、取ってきて、取っといて、取っててくれてるんでね。ありがたいですね。ロングの方。はい。ロングの方のテイクオフ。
いいんですよね。めっちゃいいんですけど、ちょっと今の立ってる位置からすると、すごい後ろな気がします。うん、そう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 。そして足が、スタンスが広いってね。スタンスがめっちゃ広い。ショートボードはもともとショート乗られてた方なので、どうしてもね、足のスタンス広がっちゃうんですよね。気持ちはわかりますけどね。もっとだから本当にゆったりと、ね、立ち上がるイメージをしてほしいですね。足をね、すぎ足するぐらい、ね、ゆったりとね、ボードに身を任せたいので、ゆったりと立ち上がる意識ですね。立ち上がるときね、足の力だけで立ち上がる。そのような感じの意識が欲しいですね。そうするとね、もっとスムーズにね、ボードに任せて身を任せられる。やってみてもらえるといいかなと思います。本当ね、ロングはね、立ち上がる位置だけで、ね、全然変わるからね。意識してみてください。はい。それぐらいのスタンスでいいですね。な感じですね。はい。そのような形で、あともう一個、もう一個あったけど、これは、どうかな？めっちゃ楽しそうですね、色がね。さっきまでなんかね、犬の散歩してたんですよね。犬の、わかる人しかわかんないですね、これね。あ、奥にもいますね、生徒さんがね。この日ね、流れがね、めちゃくちゃ早かったので、生徒さんと一緒に流されていきました。じゃないと、外れちゃうからね。なので、できるだけその生徒に合わせてやるようにはしているので、できるだけね、自分の近くにいてもらえると、自分も皆さんのこと見えますし。ね、皆さんね、楽しめるんじゃないかなと思うので、そういう形でやってもらえればと思います。はい。はい、ということでですね、スケボーはどんな感じだったかっていうね、スケボーはですね、こんな感じですね。これちょうどね、後ろから風が吹いてきてるので、すごくね、滑りやすいですね。今これがレンタル用のボードね。レンタル用のボード、スケボーですね。言い訳をしてるんですか。次々とみんなね、走ってるんで。怖くない、大丈夫、私はできるって、マインドコントロールして。どっちが調子いい。あ、でもイメージはいいですね。すごく今のイメージいいですね。あともっと体、ここで体入れたいですね。ここで体を左側にもっとグッと。今、左の肩をもっと背中側に向けたいです。左の肩をもっとグッと背中側に入れると、もっとね、レールが入るので、そうするとね、もっとね、急激にカーブ、曲がれることができますね。動き方がね、ちょっとぎこちないですね。で、なぜぎこちないかっていうと、後ろに乗りすぎてるんですよね。わかりますか？めっちゃ後ろに乗っちゃってますよね。本来の自分のスタンスより若干狭いかなーっていう感じもします。全体的にね、前に、ウィールの上に
いけばね、もっとね、動きはスムーズに伝わりますね。一番最後だけ、だから自然、ちょっと浮きそうですよね。フロントのタイヤがね、ちょっと浮きそうな感じがします。まだね、全体的にね、骨盤が前っていうのはね、まだ意識が100%ではないって感じですね。どうしてもこういう、この動きはいいんですけど、どうしてもね、足に頼りがちになっちゃいますよね。そうなんですよ。あれ、動きがね、ナチュラルではないですよね。右、左、右、左っていう感じになりやすいですね。足にちょっと頼りすぎちゃってますからね。もっと体をね、ねじりを入れてあげると、もっとね、ナチュラルになるんですよ。もっとナチュラルになりますね。ここは意識してもいいかなと思います。はい。足が今度狭いですね。でも、不思議ですよね。サーフィンだと足が広いのに、スケボーになった途端、狭くなると。それと、あとですね、足の乗ってる位置が、バックサイド側って言えばいいんですか、背中側すぎますよね。足のね、位置が。これサーフィンでもやっぱりそれが出ちゃうので、本当にね、で、これはどうすればいいかっていうと簡単な話です。リクトルです。リクトルで同じ位置に毎回来るように調整して、自分で覚えさせてください。そうするとね、必ずいい形になりますので、それをやりましょう。スタンス1ね。本当、やり方、形はいいんですけどね。これはね、ちょっとね、ボードが長すぎるようにね、ちょっと 無理やりやるっていう状態になっちゃった。体を入れたいんですけど、どうしても横なんで横乗りになっちゃうんですよね。それがもったいないですね。朝、海で教えた体勢が、なぜか陸でやるとね、できないってね、なりがち。今、足、わかります？思いっきりひねったら、足が前向きましたよね。それぐらい体を入れたいんです。そう、本来足は前が正解なわけですよ。足が前向いてますよね、前足。ね、左足が前向いちゃってますよね。これぐらい体を入れたいんですよ。ということ。本来は前ですから、本来は前。体をねじる、上半身を横に倒すというわけではないですからね。上半身が曲がる。今、重心が崩れて曲がっちゃってますけど。全体です。足から頭まで全体を倒すっていう。今、上半身だけがね、くの字になっちゃう、ねじれちゃうというような状態ですけど、そうじゃなくて全体を倒すね。全体を倒したんですそうすることによって、ボードはちゃんと斜めに、ね、ボードは横に、前に、後ろに、前に、後ろに、前に、後ろに倒れるようになります。つま先側、かかと側っていう意味ですね。骨盤から持っていく。お、そうです。骨盤から持っていく、ね。意識してみてください。
素敵なのは戻すってだけですからね。横、前、横、前、横、前、横。エッジをしてください。骨盤からですよ。横、前、横、前、横。それを足に伝えるわけですね。やってみてください。もう一人ね、彼女いますけど、彼女はね、上下に動いただけなくてね、上下にね。それを足、左足に伝えたい。下がったときに左足に伝えたい。ですけど、全く刺さってないとね、もったいない。めちゃくちゃもったいない。体は動いてますけど、全く伝わらない。ね、上下。そう、運動はいいんですけど、上下運動はめっちゃね、合ってます。合ってるんですけど、その時に、前足に伝えて、かかと側ね、かかと側に、この後、かかと側に伝えたい。かかと側に伝えたいんですけど、上半身がねじるだけになって、骨盤は横を向いちゃってますよね。ここでね、もっとね、かかと側に伝えたい。左足側に伝えたい。前足側ですね。側に伝える。意識をしたいわけですね。上半身が曲がってるだけですので、めっちゃ問題ない形です。はい。これもね、乗ってる位置をね、ウィールの上にしたいですね。ウィールの上にするともっと操作がしやすくなります。ああ、ありますね、ありますね。ほら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 。イメージは。動かない。すごいですね。体全体をね、使うイメージをしてほしいということですね。つま先側、どうぞ。イメージ。それと今、足の位置が、スタンスが横ではなくて前側になってますよね。結構45度、ね、30度、45度とかそれぐらいじゃないですか。これをね、陸ではね、ほんと真横、真横のイメージで伝えてみたい。伝えてほしいですね。真横のイメージがいいです。それで海で少し開くかなぐらいのね、イメージがいいですね。陸ではね、常にね、完璧なスタイルを求めておきたいわけですね。そうすると、それが海で出るので、やってみてください。捉えてるんだよ、笑いを。体重に。笑ってんのかい。じゃあね、この時ね、タイミング掴んでくれたんですね。感覚を掴んでくれました。つま先、かかと、つま先、かかと、つま先、かかと。ちょっとやってみましょう。それは全部基本、股関節だけでやる。股関節だけで、今、体全体を満振りしてるけど。体の芯から動かってるよ。芯、舵を切って取ってるよっていうのが意識できる。それを そうだよ。真剣なんだから。
をこらえてるんだよ、笑いを。笑いを。はい。そういうね、感じやな。解説したので、そのままでいいかなっていう感じがしました。はい。左手。左手をもっと前に出すことで、骨盤も一緒に前に向きたい。骨盤が前向いてないです。骨盤前向いたらもっとね、やりやすくなるんですよね。うん、そこをね、意識してみたいですね。でもね、すごくね、かがめているので、めちゃくちゃね、進みますね。うん。膝の力で進んでるってところありますけど。うん。もっと意識的にね、動かせると。上半身動かせるといいかな。と思います。うん。あと、つま先。まあでも、体の動きをめちゃくちゃ覚えてきましたよね。すごい。こんなに上手。めっちゃ多分面白くなってますよね。うん。うん、もう一ランク上の動きづらいスケボーを試してもいいかなって感じはじゃしますね。うん。体の動きはね、バラバラになりやすいので、それだけ気をつけてです。みんなそうなんですけど、まあね、もう少しね、ためを作る意識をしてみたいですね。すごいですね。これ。だと、全然ね、横向きになってますね。手だけですよね。骨盤が全然動いていない。横、骨盤が横に、骨盤が前ですね。ごめんなさい。前ですね。骨盤が前。で、進行方向に向きたいけど、一切向けていないっていうのが、よく、この動画でわかるんじゃないかと思います。頑張ってんですけどね。めちゃくちゃね、本人頑張ってます。うん、本当ね、リズムさえ、ね、その前、横、前、横っていうリズムさえつかめると、先ほどのね、今のね、白い T シャツの女性のような形ですごくリズミカルにね、動けるようになりますのでね、ぜひやってもらえると嬉しいですね。彼のね、彼女、ね、赤い上着の彼女もね、いい感じになりつつある。うん、まあ、あとは基本の足の位置ですね。足の位置だけですね。どうしてもぎこちない。体がね、まだね、動きがね、理解してないわけですよ。体が覚えてない。脳がね、そんな動きしたことないから分かんないって言っちゃってるんですね。脳みそがね。だから脳にね、インストールしてあげたいですね。こういう動きをこれからするんだよっていうのを脳に覚えさせてあげたいです。いや、ほんとね、なんか彼女めっちゃいい動きしてますよね。
多分、すっごい楽しいと思います。これをもっとね、自分の力だけでいけるようにね、頑張っていきましょう。はい、という感じですね。まず12日はこのような感じになります。13はですね、どんな感じかというと、あれだったんですよ。雨だったので、スケボーができなかったわけですね。なのでね、この海に入る前の動画っていう形ですね。柔らかさがサーフィンに生きるといいな。雨がね、降っちゃってますよね。なので、スケボーをやらないので、この陸の 陸トレね、海に入る前のストレッチからの陸トレっていう形の動画だけですけどね。ね、彼女体が柔らかいんでね、それがね、サーフィンで生きるといいかなと思いに生きるといいな。ます。いつでできるか大丈夫だよ。でも、実際これだけ体柔らかいからね、自由にね、実はね、体動いてるんですよね。この間動画を送ってもらったんですけど、そのね、ライディング動画を送ってもらったんですけど、やっぱり体が柔らかいっていうのはね、めちゃくちゃいいことですよね。入れるって思ってんだよね、体でね。だから、この状態から足だけを曲げる。だから、体をひねるんじゃないですか。足をひねる。体、だからその状態がもうダメ、アウト。だから、そこから始まってないから、この状態から始まって、で、戻してからまたひねるでしょ、また。じゃないですよ。どうしてもね、ちょっとぎこちないです。今の姿勢になりたいんですけど、結局戻しちゃってますね。ちょっとね、これは本当、陸トレを、ね、積み重ねるしかないんですけどね。横になっちゃってるんでね。それを意識していただければと思います。まずは手ですね。腕。腕と手。脇を締めて、真上に。脇を締めて、胸のあたりから真上に。そうすると、腕の力全体を使ってスタンディングできると。あ、切れた。取れてるんですか。
まずはその意識でスタンディングからですね。皆さんね、テイクオフトレーニングしてくださいね。家でやることで、それが確実に力になりますからね。今見て分かった通りね、どこの位置に足が来るかなっていうのをイメージしてもらえるとめちゃくちゃ分かると思いますが。ポチって一回、ポチってたのと、自分でも見える。足上がったときに、そこのどの位置に来るかってね、意識してもらいたいですね。毎回同じ場所に足が来たいので、こちらを意識しましょうという感じですね。ね、その意識っていうのはまた難しいんですけどね。はい、という感じですね。あとね、ダイジェスト的にね、今ちょっと作ったのもあるので、写真ですね。写真で撮ったやつですね。写真で撮ったのはこんな感じで撮りましたって、ていただければと思います。この日ね、めちゃくちゃ眩しくてね、めちゃくちゃ眩しくてね、こんな感じでね、すっごい眩しそうな顔してますけど。でもね、みんないい笑顔ですね。この日、皆さんでね、お食事に行ったんですけどね、この時ね、めちゃくちゃ雰囲気が良かったんですが、ご飯はそんなに美味しくないっていうね、はい、失礼いたしました。で、その日の夜ね、自分民宿にね、生徒さんたちとね、3人で泊まったんですけど、その時にちょっとね、したオフトレをね、オフトレの形をね、ちょっとやったんですね。はい、見てわかりますかね。このような形。これでもね、ちょっと頭前に出すぎてるかなって自分では思ってます。膝、足の間に体が全部収まってるって感じ。まあ一応ギリギリ収まってますけど、ギリギリ収まってますけど、ね。生徒さんがやるとね、こんな感じになっちゃってます。ちょっと見比べてもらいたいね。どうですか？頭が前に突っ込みすぎちゃってますよね。突っ込みすぎて、腰がね、どの位置にあるかね、意識してもらいたいですね。自分はね、背中、あ、もう違う場所から見た方がいいですね。で、さらにね、体を入れようとすると、この形からこうなってしまうんですね。それをね、少しだけ修正しました。少しだけ修正したらこのような形。さっきよりは良くなったかな。さっきよりはね、非常に良くなったんですけど、何を直したかというとですね、お尻を出せっていうね、形を話をしたと思うんですね。もともとこういう形だったんですけど、それをね、お尻を出す。こう意識させた、してもらったんですね。いや、ほんとね、どうやったらいいか。ね、足思いっきり曲がっちゃってるじゃないですか。そうでなくて、後ろの方にシフトしたわけですね。お尻の方にシフトしたら、ね、結構マシになったので、あとはもうちょっと体ですね。もっとシフト、後ろにシフトしていいですね。っていうことです。そうするとね、もっとね、体全体がね、使えるようになって、バネもね、使えるようになりますのでね。足の先から膝が出ない。ね、足の指先から膝が出ない。前足ですよ。膝が出ない。これを意識してみましょう。っていう感じですね。はい。この日はですね、まあ、説明するまでもないですけど、ラーメンと、お好み焼きですね。お好み焼き、大盛りお好み焼きをね、3人で美味しくいただきましたっていうね、感じでございます。そして13日、次の日のオフ会はですね、本当はですね、片貝漁港に行ったわけですよ。片貝漁港に行ったんですけど、めちゃくちゃ風が強くて全然ダメだということで、急遽、台東まで移動しました。台東まで移動しました。そしたらね、めちゃくちゃ良かったわけですよ。めちゃくちゃ。実はこの日ね、めちゃくちゃ良かった。ね、一番手前でこれ、あ、一番手前じゃないか、左側でふざけてますけど、焼酎の入れ物を持ってふざけてますけど、彼もね、めちゃくちゃ乗れたって言ってね、本当にね、楽しかったっていうふうにおっしゃってくれてましたね。で、その後ね、近くにあるガスト、これね、遠く、ブラインドでちょっと見づらいんですけど、遠くね、これ海が見えるんですよ。海が見える。この席と手前側の席だけが海が見える席っていうね。そういう画質がね、あるんですね。まだね、ランチね、ちょっと早かったので、モーニングということでね、10時半ぐらいだったかな。はい。美味しくいただきましたっていうような感じですね。
で、この人もですね、夜、次の日がセッション会だったので、夜ね、美味しくご飯を、ね、一緒にいただきましたみたいな感じですね。そしてセッション会は特に撮影はしてないんですけど、その時ね、スケボーだけを少し一緒にやったって感じですね。セッション会を、片貝の漁港でやって、その後スケボーをね、少しだけやったっていう感じですね。セッション会はね、基本的にスケボーをやってないんですけど、ね、彼女がちょっとスケボーやりたいっていう感じでね、おっしゃったので、ここでスケボーをやって、それで、その後一緒にお食事をしてっていう形ですね。ここの食事ね、まあまあ、なかなか、そんなに悪くはない。すっげえ美味しかったっていう、すっげえ美味しかったってわけではないですけど、めっちゃ安かったっすね。めっちゃ安かったっすね。日帰りランチね、税抜きだと思ったな、確か。税込み847円っていうね。すっげえ多かった。で、味は、まあまあ、別に全然まずくないんで、まずくなかったですけどね。全然まあまあで、ボリューミーってね、感じでした。はい。という形でね、5月のセッシ、えっと、オフ会とセッション会はこのような感じでした。はい。ということでね、いかがだったでしょうか。今後ね、こういう形でね、ちょっとまとめていこうかと思ってますので、楽しみにお待ちください。という形でね、終わります。はい、どうもありがとうございました。それではね、6月のオフ会でお会いいたしましょう。ありがとうございます。